ございます。劇団ミーティング始めます。よろしくお願いします。昨日お疲れ様でした。結構いい撮れ高だったんじゃないですか。めっちゃいいの撮れた。あそこは場所的にもいろんな絵が撮れてよかった、うん、結構安かったですよ。いくらぐらい？ね、8時間パックで3万。おお、安い。作品に合うんだったらまたね、公演の時にやりたいと。ビジュアル撮影やっぱあの白バックよりもああいうところで行くとこういろいろ、あのシルクラの時もそうですけど、うん、撮れるかな。インスタどうだったんですか？インスタ結構よかった。あのなんとフォロワーが今現段階で151になりました。おお、早っ。1日ちょっとで、はい、すごい。一昨日の夜解説して、うん、か、そうですね。あのストーリーの見方がよく分かんないんだよね。ストーリーがそもそもよく分かってない。そもそもストーリーって機能は1日で消えるなんかやつなんですけど、見方はね、さっき今、うん、教わりました。後で聞いてください。今話すことじゃないから。小沢さんの TikTok 部は、はい、いや、あの今さっき1個だけ上げたんですけど、ちょっとあのまた取りだめしていきます。はい、で上げたらツイッターに、はい、あの要は引用っていうか、あ、はいはい、インスタに引用したり、今 TikTok 更新しましたとかっていうのを上げていくと多分良い。連動してね。そうそうそう、じゃないと、うん、TikTok をやってる人にしか通知がいかないから、うん、うちの劇団のファンの人ってツイッター民が多いよね。そうですね、多分ツイッターを上げた。何あげたの？あ、ビジュアル撮影してるところですね。昨日あの樋口君がやってた、はい、TikTok って何を上げるものだ？何でもいいと思います。なんで旦那さんが踊ったやつ上げればいいじゃんね。それはまだプライベートに、そういうなんかあんまり意味のないでもいいですよね。お遊びとかが上がってるといいかも。なんか意外とやることが同じ、うん、ツイッターの動画も、うん、インスタも TikTok もみんな、ね、そう、結局昨日の様子は全部同じことができる。撮ったやつを上げる、撮ったやつを上げるができちゃうから、うん、そうよ、昨日のあげてもダメ。全部一緒だったんですよ。やっぱ小沢 TikTok で何やってんねんっていう。そうよ、あのこれ公式何やってんのが、ヒゲを剃ればいいわよ。ずっとそうそう、まあ言ったらそういうことですね。そうだね、楽しい可愛い曲に合わせてヒゲを剃る小沢とかでいい、うん、あの弁当を食べる東堂とかでいい。あれでやろうよ、くんまんの子見て。ちょっと再生数増えそうだな。昨日のひーくんの撮影の今日またあげたってさ、もう昨日でみんなお腹いっぱいになってんだから、うん、新しいやつそういうのを出していかないと。ダメだし。はい。食べます、食べます。まあでも挑戦なんだよね。しかも取っといて、あのもったいぶってあげてなかったって。あげてくださいよ昨日の。なんか昨日試しにあげてみたっつってなんか削除してて。いやいや、いや、あのほら小出しにしないと。いやいや、削除してたら小出しにもなってねえ。YouTube ですよ。そうそう、出た。始めると大変じゃない？更新が。いやー、しんどいと思うよ。いや、だからあのこだわり出したらとことんそのクオリティって無限にあるんで、うん、どこまでやるかっていう。あれ、ゆきた一生がさ、うん、グリーチャンネルって言ってワンちゃんので、今めっちゃ何十万人。へー、だから YouTube はあれですよ、みんなが編集できるようにならないといけない。いやいや、悲鳴を上げたやん今。あれ、パソコン買った？まだです。でも樋口は、樋口はまだ売ってないんだよね。まだパソコン売ってないです。まだ売ってない。じゃあさ、ひーくんのパソコンを代打に売って。ね、何の商売？僕がなくなるんです。確かに、確かに。動画の編集は別に携帯で今できる。まあ、そうですよね。あの無料アプリで全然やれるので、うん、むしろ私は先は携帯の方が移動中もできるし。全員が編集できたら全員が何かやって
分にあげれば、うん、10人いれば、え、そうなんですよ。例えば、なんか2ヶ月、毎週1回更新しても出番回ってくるの2ヶ月に1回だから、うんうん、だから1人が月1やったら月に10なんか7、8本乗るって。でも YouTuber じゃ課題更新よ。あ、更新頻度が大事だね。でも、わしら YouTuber になりたいわけじゃなくない？ただなんかこう定期的にちょっと更新されてれば、あ、動いてるなって。最初にわーって頑張って、その後シュンとスタートダッシュで終わってしまう。頑張ろうよ。もう30年続けてきた劇団になるわけですから。そうね、劇団が続いてきたわけだから。週1更新ぐらいを目指して、だからみんな2ヶ月に1個作りゃいいって思えばいい。そしたら週1更新できますもんね。うん、うん、そうだったらやれる気がする、ね。なんかあんまりあれでもね、なんかみんなが面白いことがあって上げたいが集中したら別に、うん、それはそれで、クオリティの差でさ、面白いの差で再生回数とかが視聴率が出るわけでしょ。高村の回すげえ爆上がりだよ、樋口のように再生数10だよみたいな。俺らしか見てねえみたいな。10は俺らだからね。10はわしらや。10いいねが10高評価。何やるか。そうですね、よく料理動画やってくださいって俺言われる。あ、はいはい。今度引っ越してちょっといいキッチンになるんで。お、これは取れ高があるの。うん、すごく素敵なキッチンなんだけど、私は割烹着を着てやってほしい。いい、割烹やトムみたいな。なるほどね、キャラ付けで ね衣装でさ、ちゃんとさ、コックの衣装あるのにさ、あえて割烹着。あ、そうだね、コックの衣装あるから使いたい人。小沢さん最近料理は、いや、僕の部屋に使うそのコック帽とか。いや、それがまた面白い。そう、おもろいのよ。そこですよ。いや、それがおもろいの。こっちがコックコートで、こっち割烹着。なるほど、なるほど。だって最初の料理対決ひどかったかんね。あんなもん料理じゃねえよ。あのカット野菜あるじゃん。はい、あの要はキッチンスタジオみたいな企画だから、その切ってる様とかお客さんが見て楽しむのに、カット野菜食ってダメですよ。鍋にぶち込んで袋を切って沸かした湯に入れただけだから。あ、でお鍋に、あと樋口なんだっけ、樋口だっけ、あの最後に焼肉のタレみたいなの入れ、あ、生姜焼きのタレ、市販の。それでお客さんの評価が、あの5点、ただしそのキッコーマンにって書いてある。キッコーマンのおかげでなったって。あ、懐かしい。趣旨を間違えてる。いや、あれですか、でもそれ、私もですけど、あの、もともと料理しない族なんです。そうそう。だから、基準がわからないから、何が OK で何がダメかすら分かんないのよ。そうだ。勝ったやつは分かるよ。勉強ができない子が、勉強ができない子が何が分からないのか分からないので、カンペ持ってきてるんですよ、それ。最終的に冷凍餃子入れれば大丈夫とか言って。小沢さんと料理対決しようかな。いい、うん、例えばゲストを呼んでみたいな感じでもいいもん。あ、そうで食べてもらえばいいじゃん。審査してもらう。ゲストでいいのか、大吾とか。あ、料理のうまいよっちとか。あ、いいじゃんいいじゃん。そこいきなりハードル上がんな。あ、じゃあそれは俺やる、俺の企画する。いいと思います。料理あ、いい、あ、おはようございます。あ、こっちみんな何かをやるっつって進めればいいってことですよね。で、それぞれが撮影し編集までしていけば週一が叶うってことです。そう。なんかみんな、なんか私はこれやろう。え、なんか一人。あ、うん、あ、年功序列です。一言多いね。そういうとこ。週小沢さんへの当たりきついよ。どうぞ。あ、僕あの配信をやってるので、お散歩。あ、そうかそうか、はい、風散歩。はい、風散歩をちょっとやりたいなと思って。あれ、亀にさ、ツイッターでさ、なんか話しかけたりしてるじゃん、はい、あれをさ、動画で見たい。あ、まあそれもネタの一つとして、まあ一応ストックしておきます。風散歩をやりたいです。
ただ散歩するだけ。いやいや、あのただ散歩でもしますけど、あのいろんなとこ行って、あの例えば食レポしたりとか。足ぶらってこと？でもさ、24時間の時のさ、小沢さん7時にさ空いてた店に入って緑茶杯かなんか、はいはい、店員さんとしたら、あれすごい良かった。あれは面白かったよ。最高でした。あの感じをちょっとあのやってみたいかなっていう。なんか一人っていうか、高宗とベスターズの動画を、うん、あ、そうよね、これ、あファンだからね。シーズン中だったら週1でさ、今週のベスターズの成績とか、はい、あ、いいですね。今調子いいですねみたいなことを二人でワイワイできる。結構客員先のレポート楽しみかも。あの先方が良ければ、うん、あのどうする、それがこの現場マジ脚本つまんねんだよ。ほらほら、やばいやばい。私は面白いなと思って。面白いけどね。でもそれはまあでもそれをロクシーの公式で上げることで、なんていうか、あの劇団もなんていうか、あっちの公演に何だろう、賛同しているというか、あの応援してますみたいなのは出る気がする。なるほどね。前方も宣伝になりますしね。そうね、うん、そうちらの稽古風景をちょっとレポートっていうより、なんか一個向こうに客演で行ってる目線とかも含めて自由度も高くて面白いかも。それはあってもいいかも、先方の許可が取れたら。ちょっとだけ稽古シーンが見えるわけじゃない、予告編的に。案外ないですよね、なんかそのあの演劇やってる YouTuber さんとかで、うん、その稽古風景の動画撮りましたっていうのが、その客演さんのっていうのが調べても一個もないんですよね。あ、そう。だから新しく始めていいの。自分らのとこを宣伝がてら動画撮ってもなんか見ないじゃん、うん、なんか多分面白くないんだと思う、あんま宣伝なんだなって感じがするというか、うん、なんか客演が覗いてるかは面白いんじゃない、うん、結構いくつか出たね。樋口は何か、映画のこととか。まあね、うん、あとはなんかゲーム結構やるんで。あ、そうなの。昔の本当80年か90年代にストリートファイター2とか、いい、スーパーファミコンとか。樋口のゲーム実況ってちょっと面白そうじゃない。たけしの挑戦状とかやってほしいですよ。あ、それやったことないけど、なんか、ああ、でも確かに、あの、なんだっけ、あの有野さんがやってるさ、あ、ゲームセンター、そうですみたいな。あれ、ああいうのおもろいよね。ゲームをプレイしているひーくんを映して、あ、死んだみたいなことをやる。全然上手くないから、有吉課長みたいな、有野課長か、あ、そうそう、有野課長の、あの感じ。